まあ大丈夫だ。はい、皆さんこんにちは、初中でーす。はい、皆さんこんにちは、私ガイダハラでーす。はーい、ちょっと待ちますね。ちょっと待ちます。はい、まず今日は、8月29日の、土曜日です。で、まあ外はまた、35度以上ある感じで、まあ一宮市美祭のあるカラオケ店に来ました。では、今回のお題は、先週というか、前回のしたら続きになりまして、20年前ですね、20年前テレビの、 TOKIO の番組で、ガチンコっていうのがありまして、それを振り返る。それで、まあ、ガチンコは、まあ、竹原慎二さんのファイトクラブと、佐野美乃さんのラーメンとして、まあ大和龍門のダルケイハイスクールがありました。ということで今回は、前回は大剣のちょっとやりましたけど、今回はラーメン堂の方でやっていきたいと思います。ラーメン堂ですよ。で、ラーメン堂っていうと、トシ君は、まあ一応ラーメン堂は、1期、2期、3期までありまして、で、1期の王者が、土井さんが優勝して、実際にお店みたいだよね。あ、そうです。まあうちにたらよく、よく知ってるところは多分ラーメン堂2、3だと思う。うん、僕3かな。うん、うん、まあまあ2、まあラーメン堂2でも優勝したのは犬ですとか言ってる。ああ、はい、そうですとか言う、あの今井さん、佐藤さんに弟子入りした時に、はい、犬ですとか言ってって言ったね。で、また、それに噛みついてきた、また若い平井っていうのがありまして、で、まあ佐野さんが来るたびに、相変わらずスープはすればすぐにとって言っとって、で、まあ今ラーメンの2のやってますね。で、まあ平井さんと、まあ、メンバーで、第1回優勝者の、あの ラーメン道っていうところ、道っていう、そこの店に行くんですけど、で、まあ、その行く前に、平井がモノマネ あのラーメンスープを作っとって、で、今井さんというのは、まあ、自己流で作っとってね。ほんで、土井さんの店行って、で、平井のやつと、泉君のやつと、比べさせて、で、土井さんが、判断をしたんですよ。で、まあこんな感じで、まあ店入ってって、まあ、で、土井さんが飲んで、最近お前よく見てるんで、いっちゃってるけどなとか言って、嫌いに対して言ってまして、で、で、まあそこから、まああの今はこっちの、まあ平井こっちかなと言って、まあ平井の方を言っとって、それで、まあ最終的にはやっぱりこっちになるぞって今泉君の方のスープがうまいということになったんで、また平井が決めて、で、まあそんな話ですね。ああ、セリフは、ああセリフか、ああまあまあこれもね、何回、結構な長い回でやっとったんですけど、で、まあ一応、あの今泉、あの平井が作ったモノマネスープは、あれは美味しいと思う。普通にあの TOKIO のメンバーが、2人かな、これは美味しい、本当にラーメンマジですって言って言っとったって、でも平井は自信満々でおってんですよ、言われて、どんやりがね。で、土井にそんなこと言われたもんで、平井がまたムカついて言うんですよ、言うな、土井に対して。なんで今これでこっちなんだよとか最終的に言って、イチャイチャ言い出して、
まあそういうことですね。これまあラーメン2でまあこれ優勝者は今泉君が取って、それでまあ何のれんを一応佐野さんからもらって、確か埼玉の方でラーメン店を開いて、うん、それでまた本店の方に呼ばれたらしいんですけど、今はちょその辺はどうなったかちょっと分かりませんね。うん、まあこれもやらせ番組だから、うん、まあめちゃくちゃ、まあ、当時としてはやらせとしてもめちゃくちゃ美味しいストーリーになっています。はい、うん、でまあ次はラーメンの3は結構トシ君は記憶にありますね。記憶にあるけど忘れてるかもしれないよ。ああまずはまあまあ、まあ、ラーメンの基礎のスープ作りから。スープ作り、うん、で佐野さんが明治さん、明治さんみんなに熟成に明治さんのは、うん、まず鶏ガラの処理からしよう。うん、っていう感じで鶏ガラの処理で、みんながまあそういう、まあ、もう1週間ぐらいハウスの中でみんな1週間ぐらいでもう鶏ガラばっかりの鶏ガラの処理とか油抜き、まあ、油抜きやな、うん、でそこに、うん、で、まあ、高沢が出れる、まあ、元中華料理が中華料理と達人やな高沢で、うん、そこにあの、まあ、うん、あの、うん、と、うんと、ジャニーズのああ、東京のね東京のね、うん、の方と、うん、あの佐野さんが、うん、その作業場、うん、作業場ね、鶏ガラする作業場に、うん、で一緒に行きました。で、うん、で、あの佐野さんが熟成人の対してみんなに、おいみんな鶏ガラ処理どこまで出てるって言って、うん、でここで一人の、 あの熟成、うん、高沢さんは、まあ、もう終わっとって、もう終わっとって、でもう次に進めたいんだけどとか言って言い出して、それ俺らちょっと、俺らもうこれでもうできてるんでとか言って、次に進めたいんですよとか言って、ああ、で、できてねえやつはとか言って、うんとか言って、周りの熟成なやったんですって、うん、できてねえ。できてねえ。このようにみんなでできてるやつとできてねえやつの差がもうはっきりしてると思うんですよ。俺、うん、もう先に進みたいんですよ。俺らもう先に進みたいんですよ。もうこんな1週間もやらされてね。うん、でもうできねえやつはクレジットで、でナレーションでこれできたとら、うん、なのに。メンバーがこんな、うん、首とか宣言するのは、うん、始まって以来ですとか言ったのに、何人が流れて、シューってこうやって白黒になって。で、まあ、高沢はもう、高沢君が、あの、石塚さんという、フレンチの人に、そのフレンチの職人の子の、トリトリガーの子見たら、なんだこれ、全然できてねえじゃねえかよ。これだってなんだよって言って、油取りゃいいってもんじゃねえじゃねえかよ。うん、え、もみじもこれなんだよ、全然取れてねえじゃねえかよ、うん、どうするんだよこれ。どうするんだよとか、うえっとか言って、ダメじゃねえとか言って、高沢お前の頭の中どうなっちゃった、頭の中に見せてくれ。他に何か言うことがありませんありませんまあ佐野先生が来て、でまあ佐野先生来る前にもう一人おって、あの優勝したやつかな、うん、ちょっと名前は今出てこんけど、優勝したやつが、今忙しいんだから、そんな喋っとる暇ねえみたいなとかね、うん、高沢に喧嘩をかけて、そういう場面もあって、うん、で、まあ、高沢は、場外はもう、場外は黙ってて、外野ね、外野は黙ってて、とか、うん、おい、何だよ、3回とか、とか言って、
味のことを言われるもんならともかく、その態度は何だ態度が気に入らん、うん、じゃあ、態度でうまいラーメンは作れるのかいいのか作れる。で、さっきの石塚さんが、あー、そうだな、喧嘩ならこっち、こっちに売れよ、こっちやめてよ、あれやつが、いや、こいつがなんかね、文句言ってくるからだよこいつがよ、こいつだよ、で、一番最初に落とされたら、あんたなんでよ、とか言って、うん、手指で刺して、で、うん、いや、俺が、石塚が怒ってもらって、さらに、ヒートアップして、うん、あんたって、で、まあまあ、まあ、でもそれで、あの、で、まあ、喧嘩したと思うんで、あんたやめろって言って、うん、で、そんなやめろって言って、考え物って、この勝負、たくさんの勝ちだったな。で、まあ、その後に、まあ、うーんって考えとって、よし、よし、よし、この中から、この中から、3人落とす。あ、いっとか言って、え、みんな見るって、みんな見るって。で、そこで、あの、中村君っていう若い女性が、佐野さん、3人落とすって、そんな勝手に聞かず、そんな簡単に、1人落とす、2人落とす、そんなんでいいんすかって。いいんすか、おい、中村入って、はい、はい、最後に残るのは何人だだよ、伊沢さんが言って、はい、1人です。1人だよ、と言って、1人落とそう、2人落とそう、今の段階で関係ねえんだよ、と言って、伊沢さんが言って、ほんで、うん、で、横におった、うん、夫人か。藤井さんって言ったとか、藤井さんが先生、僕も落とされるんですかっていうような、一番私入るのさあ、私も入ってるんですよ、私ですかとか言って、おめえやめてえのお前やめてえのいや、絶対やめたくないです先生とか言って、で、皿洗いでも何度もしますよって、トイレ掃除でも皿洗いでも何度もしますとか言っていや、覚えとんなこれ、その後にうん、で、また、うん、何やめるよ、うん、やめてもらったよな、うん、でも、まあ、そこであれやね、そこで一旦区切りが出て、うん、あの佐野さんがあのスープを1回だけ作るんで、自分で佐野さんが、うん、みんなで見学に行ったよな、あそこのな、うん、で、まあ、高沢とかが、うん、もうこれだけで全然うまいですって言って言い出して、で、まあ、で、まあ、そのあ、うん、そこでまた切れて、まあ、その後にまた、次週はこう、また、乱闘の高沢に対して、あの、デブったやつが、まあ、うん、乱闘でぶわーって殴り合いして、殴り合いして、こういうふうに、つかみ合いしてるかという場面で終わって、まあ、は、そこで終わってます。難しい。うん、なかなかね、うん、今は、最近はね、脚本がいる、覚えとるんだけど、うん、それが出てこんで、次々、もうちょっと喋っちゃう感じかな、うん、脚本がいるな、うん、な、後々、あ、こういうことも言っとったなって言って、うん、さっきだってあれやもん、あの熟成をあの3人落とすといったところで、あの大剣ハイスクールのほうな、あ、ラーメンで、ラーメンド3な。先生とか言って、私もその中に入ってんでしょとか言って、あで、うん、何お前やめねえのとか言ってで、まだ決まっ誰落とすか決まってねえよとか言って、先生何でもしますよって言うと、だから決まってねえって言ってんだろうなそういうのもあるというわけでだいぶ話はちょっと飛んだんですけどもう、まあ、今ではもう絶対に放送されないようなの内容で、まあまあそういう口調とかもあるし、これは役者はねえと無理か、うん、役者であの脚本考えついて役割分担しないと、でまあまあラーメンの2の優勝した今泉君は、うん、実は ラーメンをやってなくて、あれ役者だったんですよてかやらせだからね、やらせだからあれみんな、ね、俳優とかね、うんでもあれね、のれんを受けてね、毎日とかね、あ、ほんとにラーメン屋とかやったら、うん、来たね、うん、で、まあ、ラーメン道3の優勝者は、うん、あの、
最後のラーメンは、うん、醤油を絶対使ったらって気がするね。ああ、うん、うん、うん、で、これ醤油はねえかとかみんなが言って、うん、で、出るもんでなって、で、うん、で、佐野さんが横に来て、そうですよ、うん、で、ポップにしましたら、これは魚醤だとか言って、醤油じゃないとか言って、魚醤だとか言って、まあまあ、その人は一応、勝って、なんか、名古屋の厚さの名古屋じゃない、川崎、川崎、川崎の地で散った、うん、さあ、そこでやるかっていうところに、こう思ってたんだけど、うん、すぐ潰れた。うん、潰れてはいねえけど、結局ね、あの店主が、その優勝した店主がすぐ変えられちゃってっていう話ですね。あ、面白いなぁ。ガチンコってもっとあの、いろんな企画があったんですよ、いっぱい、まあいろいろあって、あの、あと鈴鹿のあの、鈴鹿8歳のやつとかね、レースとかね、あとお嬢様のとか、あまあ、僕は結構、ファイトクラブはずっと見とったけどね、うん、まあ抜けてやっぱり、うん、ラーメンとかアイス食うのが面白いかな。何せもう残ってないんですからね、うん、ソフトが V がその、うん、ダビングした人しか、うん、で20年前だもんで VHS だもんさ、うん、だから、うん、ダビングシーン限りはもう全然もうないかな、うん、だから、うん、前まであのソジュー君のやつはあの消されちゃったけど、うんうん、消される前は、うん、ソジュー君のやつをのその大体ガチンコ、うん、よく見とって笑っとったもんで、ああ、で結構その時はセリフとかも、うん、よく結構覚えとったんだけど、あ、最近メーターになっちゃったから、そうそうそう忘れちゃった結構。誰か知らんけどさ、そういう何そういう貴重なやつをさ消せってさ、まあ。まあまあ、たぶんね、中国人だと思うけど、うんうん、そういうのを言うやつは、うん、まあ、あれはもうジャニーズが変わってるから、あ、そうか、あれは、うん、ジャニーズ系が入ってるので、まあ、うん、まあ、そこを切って編集することもできるんだけど、まあ、暑いし、めんどくさいしね、うん、っていう、まあ、昔が人口を、まあ、振り返るってことで、今回は、佐野さんの、ラーメンドをやりました。皆さん伝わったでしょうか。あんまり伝わってないあ、でもちょびっとでもなんか伝わってくれればまたね、うんうん、でまたまだあの僕は消されちゃったけど、うん、また残っとるところが、うん、だいぶあると思いますので、うん、そちらの方で確認してください。ではここで締めますね。はい、はい、最後まで見てくださりありがとうございました。よければソジューの、チャンネル登録をよろしくお願いします。では、ソジューと、はい、トシカレでーす。あら、でしたね。ではまたまたね。